おはようございます。今日の名言、人に大切なのは自信を持つことだ。私が孤児院にいた時、腹を空かせて街をうろついて食い物を漁っていた時でも、自分では世界一の大役者ぐらいのつもりでいた。つまり勝ち気だったのだ。こいつをなくしてしまったら人は打ち負かされてしまう。チャップリンの言葉。私もこのところ変わってきてまして、前は社会的地位のある方とお話をするとき、恐縮してしまって相手の目も見れずに会話していました。きっと頼りない印象を相手に与えていたことでしょう。だけど今は違います。相手とお話ししながら、その音声そのもので、どうです、私の声いいでしょう、ピカイチなんですよ、とまるで身にまとっている仕立てのいいスーツを見せびらかせるように話しています。きっと相手に自信満々な印象を与えていることでしょう。今日もありがとうございました。